はい、こんにちは。今日のタイトルは、まぶちむが読み解く2024年世界の真実、木村明先生監修、終わらない占領との決別、日米地位協定は憲法より上位、作られる台湾有事というタイトルでお話したいと思っております。 まず今日は最近私がその日本独立論ということを言っていることに関連して終わらない占領との決別の中で日米属国条約の実態をお話しそこから台湾有事について触れたいと思いますそして馬淵先生の2024年世界の真実の台湾有事に書かれた部分を紹介しその流れ上を日本転生に書かれている一部の解決策を紹介した上でもう一度 終わらない占領との決別の岡田さんの文章に変、えー、っていきたいと思っています。まず最初に、この終わらない占領との決別の中で、日米地位協定などに関する部分を紹介したいと思っています。米軍による日本統治のシステムということで、<coughs> 1952年4月28日の対日平和条約及び日米安全保障条約の発効によって、占領軍による基地使用、物資調達、占領経費の供出、 えー、関係者の出入国管理、軍用機の飛行等に関する米軍の特権を定めた占領管理法体系は全て安保法体系に引き継がれた。ちなみに日米安全保障条約の内容を前年51年に知らされていたのは当時の吉田茂首相ただ一人であり、安保条約の調印の場にいたのも吉田首相だけであったという、日米安保と同時に発行し、発行、 発足した日米地位協定と日米合同委員会は、その安保法体系の絡みである地位協定には国有地を無償で米軍基地に提供する国有財産管理法、民有地を強制的に収容できる土地等使用特別措置法、米軍の最低高度、飛行禁止区域、夜間飛行の投下義務などを適用除外とする航空法特例法、同じく保安技術、えー、基準や 乗車定員や積載量の遵守などを適用除外とする、道路運送法、特例法、軍用品、軍用販売機関による輸入品の関税を免除する、関税法と臨時特例法、米軍、米軍事機密の探知や基地への許可なしの立ち入りなどを禁じた、刑事特別法など、米軍の特権を保障する一連の特例法、特別法、 がすべて含まれている。まさに現代の様々な問題の原点である。米軍基地に関する規定である地位協定を管理するのは日米合同委員会。構成員は次のページの図にあるように、米国の高級将校と日本の高級官僚で、米側の文官は中日、えー、米国大使館公使のみ、まさに米軍による占領継続の象徴である。 矢部氏によれば、日本側の上位メンバーである法務省大臣官房長経験者の多くは、法務省のトップである事務次官を経て、検事総長になっているという日米関係の本質と実態を知らなければ、法務権力のトップにはつけないということだ。ということで、日本の司法は、この日米合同委員会に出ていた法務官僚に意識られているという話を前回いたしました。委員会は2週間に1度外務省または米軍施設で開催されているが、 えー、その決定事項は国会の承認を受ける必要がない。国会議員はもちろんのこと、首相、閣僚、えー、にも知らされない。内容には原則非公開。内容は原則非公開のため、すべて密室の合意である。つまり密約である。米軍と日本の関係を勘案すれば、事実上は合意という名の命令だ。えー、この国の根幹はとっくに壊れていたのだ。ということで、あの、日米報道委員会について山本太郎さんが国会で質問したときには、えー 何十年間も何回も重ねられているのに、公開されているのはペラペラペラ数枚ページ。 のだけの議事録だけですよってことですね。米軍が日本の国土を望む場所に望む機会だけ、機関だけ、基地として使用できるという今や有名な基地権も、有事には日本の軍隊を自由に使えるといういわゆる指揮権も、有名な横田空域も、米軍人に対する裁判権放棄なども、すべて合同委員会で決まった密約である。日本の当局には、中流米軍に対する基地の管理権立ち入り権訓練規制、航空機事故の捜査権等一切がない。しかし、イギリス、ドイツ、 イタリア、ベルギーなど、米軍基地のある諸外国の当局は、当然のこととして、これらの権利を有しているということで、日本だけが例外だということですね。従って、矢部氏によれば、構図内し優先関係としては、日本国憲法の上に日米安全保障条約があり、その上に日米地位協定があり、その上に日米合同委員会という組織があるという絵に描いているようなさ逆さ絵だということですね。本書にも書いているように、えー、米国 機密解除資料中に発見した資料によれば、合同委員会のこの異常な構造、構図については、さすがに米国の国務省も1972年に指摘しているが、軍部に、合同委員会はうまく機能しており、日本政府が変更を求めている事実はないと跳ね付けられる、で、今日に至っているというと、日本政府の従属度も、米国の管理能力も相当なものだ。近年よく目にする FMS、フォーリンミリタリーセールス、対外優勝軍事援助というのもかなりひどい、納期もき 金額も米国政府の言いなりという援助という名の押し売りであるというこれはだからあの同盟国などにこのアメリカの軍備を販売するっていう援助という名目を取りながらも押し付けられているとまその中にオスプレイとかそういうものもありましたということですとでここから台湾有事についてのお話をしたいんですが。 21世紀中国総研の海峡両岸論によれば、バイデンは2021年4月日米共同声明に日中国交正常化以来初めて台湾問題を盛り込み、日米安保を中国抑止の対中同盟へと変質させることに成功したというふうに言われているんですね。で、じゃあ中国側はどういうふうに考えているかという部分については、えー 武力統一は中国に何のプラスももたらさないだけではなく、一党支配自体を動揺させる危険な選択であるから、外国勢力が戦争を仕掛けてこない限りあり得ないとするというふうなことがあると。で、この要約のところを紹介したいんですが、バイデン政権は北京五輪後2022年以降が台湾にとって最大の危機、えー、6年以内に中国が台湾に侵攻する可能性ありとするが、27年が人民解放軍誕生100年にあたること以外具体的な根拠があるわけではない。中国の対応はあくまで受け身、台湾 環境海峡をめぐる軍事的緊張は、米中双方が互いの戦闘意志と能力をテストするためのものである。習近平が2019年30年以内の統一を目指すが、急がないとして提起した週5点は次のとおり、中国の台湾政策は現在もこの週5点に基づいていると言われているそうです。民族のの復興を図り平和統一の 目標を実現する。一国二国制度の台湾モデルを台湾の各党派団体との対話を通じて模索する。武力使用の放棄は約束しないが、対象とするのはあくまで干渉してくる外国勢力と台湾独立分子だ。融合発展を進化させて平和統一の基礎を固める。まあ、それの方が簡単ですからね。中華文化の共通アイデンティティを増進し、特に台湾青年への工作を強化する。つまり武力使用の放棄は約束しないが、公師の対象はあくまで干渉してくる外部勢力と 台湾の独立勢力であるとということだ中国は米中の国交が正常化し、改革開放政策を導入した1979年を武力解放から平和統一に大転換し、平和統一の方法として一国二国,国制度を提起しているということですね。でもそもそもこの中国の共産党政権というのはアメリカの支援によってできましたよということも、茂渕さんの他の書籍などでは書かれています。で中国ははアメリカとかはその 台湾有事を煽ってるけど、政治的にはどういう態度を実際とっているかというと、米、王、孔、日は、口では民主主義の台湾を守れというが、実のところ中国側の内戦の理由を一つの中国の原則として十分に認めている。一つの中国とは中国と台湾という二つの国、二つの中国があるという立場を決して取らず、中国か台湾かどちらか勝った方、 だけを中国ととして認めるという立場。世界のほとんどの国が一つの中国の原則堅事を表明しており、米欧豪日も中国とだけ国交を持っているということで、有事を煽って台湾を応援していると言いながらも二つの中国ということを認めていないというふうに言っているんですね。で、だからこそ台湾有事というのは煽られていると言っています。で、えっと、 石山哲信先生も、台湾有事とか、何らか有事の有事を決めるのは日本ではなくってアメリカですよと。アメリカに決められて、そういう有事に決まったから、はい、自衛隊出動しなさいってアメリカに言われるってことを言っていると。でさっきの日本の国内法や憲法よりも、日米地位協定とか日米合同委員会が上にあるって言っているように、そして、 自衛隊も有事には指揮権、アメリカの指揮権に入るということを言っているようにえ、その戦争になったら日本は使われる、代理戦争をさせられるような構図にありますってことですよね。え、まぶさんの書籍に入ります。台湾有事が起こらない理由は単純で、1950年1月のアチソン演説以来、台湾は中国の領土だからです。だからもともと自分の領土にある、であるのに、わざわざ侵攻するメリットはどこにもないのです。もう一点は中国は崩壊しないということです。中国は国家ではなく市場なの。 ですと。だから習近平が失脚することはあり得ても中国という市場は崩壊しないのです習近平は狙うのは日本ですってことですねこれはまあ毛沢東もなし得なかったことを日本を支配できれば、えー、それを超えたって言えるってことですねでその日本攻撃の口実に援用する可能性があるのは国連の敵国条項ということですね、えー、国連加盟国と連合国つまり第二次世界大戦の戦勝国のメンバーということですから敗戦国である敵国に対して軍事行動をとる自由を有しているのですで習近平 近平は共産主義者ではなくリアリストです権力を握るための目的として共産党員で形式、えー、的に、まあ、あるに過ぎないということを言っていますで、えー、先生は2024年以降我が国はいかに生き残るかをこの本で論じているということで岸田政権が日本を DS に売り渡してしまったため2023年我が国は漂流を続けた この状態から抜け出る最大の鍵は、国民共治の政治体制を確立することです。単にえ、権威と権力の分立ではなく、日本が祭祀共同体であるという精神的自,自覚に基づくものです。天皇陛下のみならず、私たち一人一人も神の子孫であり、神格を有する存在であることを自覚することです。このような自覚のもとに神ながらの道を実践することによって、私たちは黄金の時代を迎えることができるでしょう。本書は、日本人を見捨てた岸田政権に対する決別の書でもあります。 と岸田に対する決別の書というのは素晴らしいと思うんですけどもこの天皇云々観音というところは僕は別に同意しておりませんで、えー、そこに頼る必要はないんではないかと思ってるんですねでこの苫マベ博士の日本転生の中ではそういうところの抽象的な問題ではなくて制度をいかにして変えるかということを言っているとでその制度としてはもう 議会制民主主義、大議制が失敗しているし、うまくいかないんだったら、直接民主制にすべきであり、それはテクノロジーの進化によってできますよと。昔のあの、ギリシャ、のアテネとかの民主制は、それができていたのは、奴隷以外の市民が自分たちの声でディスカッションをできる範囲内の人数だったということなんですね。それは今はテクノロジーを使えば、直接民主制が可能ですよということを言って、 を言っていると。で、その中で、じゃあ国会議員はどうするのっていうのは、とも博士の場合は、国会議員は委員会活動をやらせておいて、重要法案の投票は、我々、えー、国民が自由にできるようにすればいいじゃないですか、ということを言っていると。僕もそれに大賛成です。で、それからもう一個具体的な案としては、大統領制を入れることによって、えー、この政治の安定性を入れましょうと、ということをおっしゃっていて。僕もそれは賛成です。で、でアメリカの大統領制とかと違うのは、権限を絞っていて、 総理大臣を解任する権限と法令を拒否できる権限とか,なんかそういうふうな絞られ方があったと思います。ちょっとコメントで補足するかもしれません。そして僕がその、えー、もともとその、えー、天皇の国体云々ぬんかんぬんというところにはあんまり期待していないという部分の、えー、お話に進みたいと思うんですが、こちらのあの、終わらない占領との決別の中でもですね、 えー、沖縄を降り渡した天皇メッセージというのがありますこの屈辱の国に生きる人間として言わずにいられないのは目的や経緯がどうであったにせよ結果的に沖縄を引いては日本全体を米国に 売り渡した。昭和天皇は恨んでも恨みきれないということだ。これは戦後を生きてきた我々だけの問題では当然ない。沖縄の悲しみや、えー、悔しさは言うに及ばず、日本中がこの屈辱のもとを生きていかなければならないのである。本当に悔しくて言葉を失うということで、天皇メッセージというものが沖縄県公文書館に、えー、掲載されている。その内容を紹介したいと思います。これは、<coughs> えー、対日理事会議長兼連合国最高司令部外交局長ウィリアム・ジョセフ・シーボルドに、えー、出したものということなんですね。米国による琉球諸島の軍事占領の継続を望む。上記の占領は日本の主権を残したままで長期咀嚼によるべき。えー、この手続きは米国と日本の二国間条約によるべき。というふうな、えー、ことを天皇がアメリカに言いましたと。なぜ象徴天皇が この1947年にアメリカに対してそんなことを言う必要があったのかというのが謎ですと、そしてまあ OSS 日本計画とか田中秀道先生の本とかでも、天皇の国体は誤示されるということを合意、密約された上で、パールハーバーへの真珠湾攻撃を再開したというようなことも書かれていると。 いうことですねでいろんなことから考えて僕は天皇制というものに対しての期待を全然失っておりますとえ特にこのお3年間のコロナ茶番において何か彼らが素晴らしい役割を果たしたことがあるんですかと未だに有害無益なマスクをして、えー、画面に出てきてそういうことをやってる人に何を期待することがあるんでしょうということですねそういう幻想に頼るんではなくて日本人 の素晴らしさというのは一人一人の日本人が持っていることであるんだからそういう何かの幻想に頼るというのはもう間違っているとそういう幻想から目覚める必要があるんじゃないかとその幻想というのは日米安保という幻想であり核の傘があるという幻想であり天皇のという国体があれば全てがうまくいくというお花畑、えー、憲法9条というお花畑と同じぐらいこの不安定なものが、えー、天国体天皇制という国体があればうまくいくというそういう,そういう幻想 から目覚めるべきであると僕は思っていますはい今日もありがとうございました